どうも、ですえす、ー、今回はシリケンイモリです、えー、シリケンイモリはうちには4匹いるんですがこちらはあれですねちょっとアダルトチームのペアの方ですもう一回り小さいペアがいるんですがこちらは実際卵を産んだ経験がある ペアですただ残念なことにその前回卵を産んでたんですけども最初わからなくてあの掃除しちゃってたんですよねでおかしいと思って気が付いた時にはもうだダメでしたねなのでまた次回を楽しみにしたいと思ってます まあ産んでくれればなんですけれどちょっとですねおデブさんなんですがこちらのお尻が大きくてですね尻尾お尻と尻尾の付け根がちょっとですねこうキュッと締まってる方がオスですね。 でこちらちょっとお尻が見えないんですけどもお尻が小さくてですねお尻から尻尾がまっすぐ伸びた感じの方がメスです。 ね、ちょっと横向いてもらえると分かりやすいと思うんですお尻がちっちゃい方がメスで大きい方がオスです。 この子たちは、このペアはですね、餌何でも食べます。えー、まあ、浮くタイプから沈むタイプまでですね、えー、食べてくれますけども、もう一つの方のペアはですね、沈むタイプの餌食べないんですよね。イモリとしては沈んでる方が食べやすいのかなとは思うんですけど。 撮ってるの分かってるんですかねあっち行っちゃいましたねまあ今日はそんなところでまたこの子たちの動画あげたいと思いますのでまたその時よろしくお願いしますそれではまた